それではお時間となりましたので、えー、アレンヒースのウェビナーを開催させていただこうと思います。私、えー、日比野インターサンドの谷内と申します。よろしくお願いいたします <laughs>、えー。本セミナーはプレゼンテーターがマスクを外して実施しておりますが、消毒、換気会場の換気または各、えー 人員とですね十分距離を置いて実施しておりますのですいません朝早くてちょっとぼっとしますしてますので十分予防対策をして実施しておりますのでよろしくお願いいたします今回のウェビナー中にですねご質問等がある方は Q&A のチャットの方にご質問等を受け付けさせていただきますがお時間の兼ね合いに関して のお時間の都合によってはですね後日のご回答となりますので何かご質問がございましたら Q&A のチャットの方にご自身のメールアドレスをですね記載の上ご質問いただければと思いますでは早速本編ウェビナーの方を開催させていただこうと思いますが今回ご紹介させていただくのはアレンヒースの オーディオマトリックスプロセッサー AHM64 というものになります。 今、ズームしてご覧いただいているものが本体のフロントになりますが、こちらの製品のご紹介をさせていただきますが、まず初めにですね、アレンヒース自体の取扱い、日々のインターサンドでの取扱いというのが、今年のですね9月からになりますので、簡単にアレンヒースというメーカーのですねご案内を、ご紹介をさせていただいて、えー、AHM64 の製品のご案内またそれに紐づくですねプロ、えー、コントローラー関係の製品ですとか IO ボックス等をご紹介させていただいて、えー、最後にですね導入の事例といいますかどのようにどのようなシーンで使えるのかというところでいくつかご案内させていただこうと思います。それでは、えー、さ最初にですねパワーポイントの方を共有させていただきますので少々お待ちください。 はい、それではまず初めにですね冒頭ご説明させていただいた通りですねアレンヒースというメーカーについてご紹介させていただこうと思いますがアレンヒース社はですね、えーま、画面に映ってます通りオーディオトニックスというグループの傘下のメーカーになりますアレンヒースの他にはですね日々のインターサウンドでこれまた取り扱いさせていただいてますカルレック またデジコクラングといったブランドと一緒のオーディオトニックスグループというグループにおりますオーディオトニックスグループに入ったのはですねごく最近、まあ、23年前ぐらいですかね数年前ぐらいの話なんですけれどもアレンアンドヒースという会社自体はですねとても歴史の長い 会社になりまして、1969年にです、ね、イギリスのロンドンで創設されたブランドになりまして、60年代からアナログミキシングコンソールを手掛けており、近年ではです、ね、これから簡単にご紹介させていただくフラッグシップのデジタルミキサー DLive シリーズ等も取り扱いをさせていただいております。70年代にはモッツワンという アナログミキサーがピンクフロイドのツアーに採用されたという、まあ、そういった由緒正しいというか歴史のあるブランドになります。あすいません。 写真の中でですね、X1 という製品が映っていると思うんですけれども、こちらはあの DJ 製品になります。えー、アレンヒスはですね、かなり製品のラインナップが広くてですね、デジタルアナログミキサー、デジタルミキサー、またですね、DJ 製品も用意、えー、取り扱っているんですけれども、この DJ 製品に関しましては、えー、日々のインターサウンドの取り扱いではなくてですね、日本国内ではハイリゾリューション様の、えー 取扱いとなっていますので、まあ、簡単にご,、えー、ご案内させていただきました。えー、それでですね、先ほど、えー、ちらっと、えー、お話しさせていただいた通り、えー、左上にですね、フラッグシップのデジタルミキサー、d ライブシリーズ、えー、その隣にですね、一番最近の、えー、一番最近出たですね、デジタルミキサーのアバンティスその隣に SQ シリーズ、そういったデジタルミキサーのラインナップ、えーえー、がですねありまして、まあ、その下にも QU というデジタルミキサーもありますが、 さらにですね、一番下の Z シリーズというアナログミキサーに関しましては、これはですね、コンシューマー向けのですね、小型なアナログミキサーも用意されておりますので、かなり製品のラインナップとしては、幅広いものを取り扱っているブランドになります。この中でですね、今回ご紹介させていただくのは、真ん中にご写真写っております、AHM64 ということになります。が、 なります早速 AHM64 ですね、えー、ご紹介させていただこうと思いますがまず初めにエンジンとしてオーディオマトリックスプロセッサーとしての AHM64 をご紹介させていただいた後に、えー、EverySingIO と、えー、右隣に書いてありますが IO ボックス関係最後にコントローラー関係左手に映っています、えー、コントローラー関係のご紹介をさせていただいて その最後にですね、いくつか事例といいますか、導入案といったところでご紹介させていただこうと思います。まず、AHM64 ですね、のまずハードウェア的にというか、姿として、フロント画面と背面をご覧いただいていますが、フロントパネルはですね、とてもシンプルな作りになっておいて、あすみません、ですね。 今 64×64 64オーディオマトリックスプロセッサーと書いてあるのでまずすいませんそこから先に説明させていただきますが。えー 何度も繰り返しご説明させていただいている通り、オーディオマトリックスプロセッサーであるというところですが、入出力が 64×64 64のチャンネルを搭載したオーディオマトリックスプロセッサーになりまして、こちらの内部はですね、FPGA コアが搭載されております。この FPGA コアにはですね、先ほど製品のラインナップでご紹介させていただいたフラッグシップの D ライブシリーズ、Avantis SQ 等の同じテクノロジーが使われておりまして、XCVI コアというものが搭載されております。こちらがです、ね、サンプリングレート 96kHz で駆動するものになりまして、この XCVI コアというテクノロジーを使うことで,です、ね入出力、実験への入力から出力されるまでで,です、ね、レイテンシーは 1ms 以下に抑える今、低レイテンシーの 0.7ms というの 数字が出ておりますがこちらはですね D ライブシリーズアバンティス SQ シリーズと同様にですねこの定0.4を実現したプロセッサとなっておりますまたですねこの XCVR コアというこの FPGA コアを搭載したテクノロジーですが簡単に UI の 説明に入る前にですね、インプットチャンネルと出力チャンネル、入出力の関係性というのを簡単に見ていただこうと思いますが、64のインプットがですね、ゾーンと呼ばれる、これが出力のバスのネーミングになりますが、ゾーンへアサインされていて出力されていくということになります。最大ですね、このゾーンは64。 チャンネル分まで作ることができますのでそちらの最大64ゾーンにですねそれぞれの入力をアロケーションしてディストリビューションしていくというものになりますまたですね他のマトリックスプロセッサーとかですねそういったものに関しましては他のそのメーカーのものにおいてはですねオープンアーキテクチャを使ったプログラムチックな製品が えー、あると思いますが、えー、このアレンヒースのですね AHM64 のインターフェースはとてもシンプルにできております今ご覧いただいているのがインプットチャンネルの、えー、シグナルフローになりますが、えー、左からですね左手からインプットネーム名前があって、えー、プロセッシングが左から右に流れていくような形で、えー、一別できるようなデザインとなっておりますですので,です、ね、アレンヒースが、えー、このプロセッサーの一つ 推しといいますか他と比べて何が良いかというところでユーザーインターフェースがとてもシンプルなので何か複雑なトレーニングを受ける必要なくですね、まあ、すぐに使えるといったところでかなり他のものと比べての優位性として申しておりますさらにはですねゾーン出力バスの方もインプットチャンネル同様でですね こうういいっった左から右にシシグナルルフローが流れててくようなななンンプルなデザインとなっておりますこちらのこのゾーンのチャンネルはですねスピーカープロセッシング最大4ウェアまでのクロスが切れたりですねリミッターとか簡単なものが用意されておりますのでこちらも便利な機能ですので簡単にご案内させていただきました。 では本体の方に戻りましてまずはですねフロント画面ですねとてもシンプルなデザインで何かコントローラー関係がボリュームコントロールのノブがついているというわけではなくとてもシンプルなデザインになっておりましてフロントには状態表示を示す LED のみのデザインとなっております。また背面はですね ユーロブロブック入出力のアナログ IO が12インプット12アウトプットユーロブロックのタイプの端子が用意されており GPIO に関しても入出力でそれぞれ2かける2入入入力に出力の GPIO がユーロブロックで用意されておりますさらにですね一番真ん中ですかねオーディオネットワーク用 IO ポートまた S リンクポートというこういうです、ね、拡張 IO の ポートがそれぞれれぞ用意されておりますこちらの、えー、オーディオ IO ポートはですね最大 128×128 の、えーまあ、伝送ができるポートになっておりますまた S リンクというポートに関しましては、えー、アレン,アンドオフィス独自のプロトコルになりますのでちょっと、えー、後ほどご説明させていただこうと思います、えー、最後にですねこのバックアップ電源簡単に、えー 表記がありますが、AC 電源だけではなくてですね、DC12 ボルトでバックアップ電源が取れるような仕様になっております。ではですね、オーディオ I/O ポート、オーディオネットワークポート、I/O ポートのポートはですね、かのポートのご案内をさせていただこうと思いますが、このポートはですね、カードスロットのタイプとなっておりまして、今現在ですね、利用可能裏カードはダンテ、ウェーブス またこの S リンク先ほど冒頭先ほど述べさせていただいた S リンクというアレンヒス独自のプロトコルを用いたカードのこの3機種が用意されております最大 128×128 の伝送ポートなんですけれどもカードによってはですねチャンネル数はご覧いただいているとおり 64×64 64といった制限がございますではです、ね、簡単にダンテのカードを用いたときにですね このダンテオのカードを用いたときに、専用の IO ボックスがあるので、簡単にご紹介させていただきます。まずですね、d t 1 6 4ウォールという16入力、4出力のウォールマウントタイプのもの、また DT168 というポータブルタイプの16インプット、8アウトプットのもの、この二つ、2機種がご用意がございます。 さらにですね、ダンテ専用の IO ボックスだけではなくてですね、でアレンヒース、独自のプロトコルを使って接続できるエキスパンダー、IO ボックスもございます。こちらですね、今エキスパンダーのツリーの中にずらーっと並んでるんですけれども、時間がちょっと限られてますので、ダンテと同じタイプのねです、ね、ボックスがあるよというところでちょっと。 ご案内させていただきます DX164 オールと DX168 というものが、えーまあ、アレン,アンドヒース独自のプロトコルを用いて接続可能となっております。えー、またアレン,アンドヒース独自のプロトコルというところ、えー、プロトコルですが、えーまあ、こちらアレン,アンドヒス、えー、AHM64 の背面にはですね S リンクポートというものがございまして先ほどご案内させていただきましたが こちらポイント,トゥーポイントのレイヤー2を用いたプロトコルになりましてこの DX168 とか DX164Wall とかはですね DX というプロトコルが使われていてアレンヒースにはいくつかのプロトコルがあるんですけれどもこのそれぞれのプロトコルをですねつなぎ合わせる s リンクというのは複数ある独自のプロトコルをつなぎ合わせるスマートポートといったような概念のプロトコルになります。 またですね、ポイント2ポイントのこの S リンクポートですが DX ハブという専用のハブを用いることでですね、DX168 や DX164 ウォールをさらに拡張して接続していくことができるようになっておりますですのでですね、簡単に、えー、図でご覧いただくとダンテの IO カードを指してダン,テで、えー、ダンテの IO ボックスで拡張 IO、えー、を拡張していってさらにはですね、えー HM64 の背面の S リンクポートと DX ハブを用いてアレンドヒス独自のプロトコルを用いてさらに IO を拡張していくといったことができるようになっております次に IO ボックスの方は簡単に説明させていただきましたのでコントローラー関係のご紹介をさせていただきますまずはハードウェアタイプのものですね IP シリーズというものですがこれ IP1 という ウールマウントタイプのです、ね、ものもがままずあります、えー、EU タイプと US タイプのこの2つの形がございまして、e、US タイプはです、ねえー、この右側今映っている右側の、えー、日本でもです、ね、あのパナデンコさんとかです、ね、あの電光シリーズの,あの一連の <laughs> えと一連ボックスに合うようなタイプのもの一連ボックスに取り付けられるようなタイプのものがあります。 また IP6 というこちらがエンコーダーのついたさらにエンコーダーと LCD が複数ついたタイプになりましてセレクターのボタンがいくつかありますこちらはですねミュートですとかプリセット呼び込んだりとかですねさまざまなファンクションがアサインできるボタンが用意されて搭載されているものが 用意がございますまた IP8 というものが、これが IP6 から2チャンネル分増えて、さらにフェーダーがついたタイプのものがございます。また、IPA シリーズ以外にはですね GPIO もユニットタイプのものがございまして、こちらもですね、IP シリーズと合わせて TCPIP で接続できますので、まあ、LAN ケーブルを合わせていってですね、遠隔地からですね、 GPIO を受けたり出したりすることができるようになっています。また、これらの製品に関しましては POE が対応しておりますのでそれぞれ POE による給電が可能です。IP8 に関しましてはフェーダーがついている分ですね、ちょっと電,電力を食うと言います消費するので POE プラスで動くようになっております。また、IP1 に関しては、 以外はですね、えー、IP8 と IP6 と GPIO は AC 電源、あ、DC 電源です、えー、AC アダプタで、えーで動くこともできますので。次にですね、コントロールソフトウェア関係ですね。AHM システムマネージャーというものがございます。えー、冒頭、UI がとてもユーザーインタビューフェースがとてもシンプルだよといったところで、まあえー、ご紹介させていただきましたが、えー、こちらはですね、えー オフラインでも使用できますので最初にですね、まあ、チャンネルアサインとかプリセットですかね事前に組んで小ファイルを作成することができるようになっていますさらにですねカスタムコントロールというコントロールソフトが用意がございますこちらはですねリモートコントロール iPad 等でのリモートコントロール用にですね専用のエディターソフトを用いてさまざまなこのレイアウトに レイアウトトを作成,して作成できるコントロールソフトウェアになっておりますまたサードパーティー製のコントローラーにも対応しておりまして例えばクレ,ステロンクレストロンとか AMX とかですねに対応するようなドライバーが用意がございましてこちらはアレンヒースのホームページでこのドライバーを無償で提供しておりますのでこちらを用いればサードパーティー製のコントローラーも使用が可能となっております。 ではですね、駆け足になってしまいましたが、製品のご紹介をさせていただきまして、いくつかですね、納入の事例のようなものをですね、ご案内させていただこうと思います。まずご覧いただいているのはですね、ルーム1、ルーム2、ルーム3、ルーム4と4つの部屋が、会議室とかですね、ある施設に対して、AHM64 を導入して、またこれは、ダンテのインフラを使った納入事例ですが、それぞれの 部屋にですね、IO ボックスを設置して、またカスタムコントロールというアプリケーションを用いて、iPad によるリモートコントロールが可能なシステムとなっております。こちらでですね、便利な機能、便利な機能というか、モジュールのオプションモジュールがございますので、ご紹介させていただきますが、エコーキャンセルオプションモジュールが用意がございます。こちらがですね、本体に組み込んでいただくことで、チャンネル、12チャンネル分のエコーキャンセル機能を利用することができます。 さらにはですねオートマイクミキサー機能も AHM6M、えー、の方にですねすでにインクルーズされておりますので,で最大64チャンネル分使用できるようになっておりますまたですねレストランとかバーで、まあ、こういったシステムを構築していく ことともできますが便利な機能してプライオリティダッキング機能というものがございますこちらは例えば会場の BGM を鳴らしている時に館内放送を出すといった時に自動的に館内放送が鳴る時に BGM のコントロール BGM を下げてくれるボリュームを下げてくれるといった機能も用意がございますまたプリセットが最大500まで利用可能でこれがイベントスケジューラーを組み込むことで イベントスケジューラー機能を使うことでですね、えー、スケジューリングを作って、えー、プリセットを呼び出すことも可能となっております以上駆け足になってしまったんですけれどもパワ、えーポイントの方はでのご説明は以上となります以上でですねアレアンドヒース、えー、HM64 の製品紹介を終わらせて いいただこうと思います、えー、また12月にはですね何か、えー、とイベントのようなものが、えー、今、えー、企画中ということですので,、えーですねまあ、それ以外にもですねこういった実機の、えー、デモ機とも用意がございますので、えー、ご興味の方はですね担当営業の方を経由してですね、えー、お問い合わせをいただければと思います、えー、すいません駆け足になってしまいましたが以上、えー、ご視聴ありがとうございました。